こちらの注意事項にご不満の方は戻るボタンを、それ以外の皆さんはこのままお待ちください。今回の動画は京町聖歌がご一緒します。新幹線公園に行く前に摂津市役所の食堂でご飯を食べるようです。 B セット500円ミンチカツで満足でした。新幹線公園の行き方もあげるのでよかったら見てくださいね。横は大阪貨物ターミナル駅です。建物を見た時に駅って書いてあるぞと思い家に帰って調べました。 JR 貨物がたくさんあります。この量はすごいですよね。展示されているのは初代新幹線ゼロ系です。この日は平日だったので中を見ることはできなかったです。日曜日に1日2回公開されています。平日だと食堂が空いているし、日曜だと新幹線が空いているし、食欲が勝って平日に来てしまいました。ちなみに車は摂津市役所に停めさせてもらえます。土曜、日曜と摂津市役所に車は停められますが食堂が空いてません。公園には簡易トイレと飲み物系の自販機しかないです。お腹減らしてきたらえらいことになります。切実な問題ですね。そこだけ注意してもらえたらと思います。ベンチはありました。いいですね。製造メーカーは日本車両です。紀州特産のみかんを運んでいた電気機関車です。製造メーカーは三菱重工です。市役所でパンフレットをもらってきたので今日は詳しいです。昭和29年の製造以来、新鶴見機関区を中心として働き、昭和45年有価機関区に配属。送風電動機軌道回路等の改造が施され、昭和58年廃車となりました。お聖歌さんさすがです。パンフレット読んでるだけですよ。ゆかり入ってます。 JR 東海の新幹線取り替え車両基地ですね。こんな感じなので、個人的に走ってる新幹線を見たので、市役所に帰る途中にそそくさと撮影させてもらってる次第であります。モノレールから見るとね、並んでるのがよく見えるんだけど。まあ、新幹線用事作って乗ってくださいよってことですよ。新幹線乗る用事ないよね。ないんですわ。近所撮影して1日終わる感じですわ。ほんまそうやんな。 JR 東海でスキーとか行ってみたいわ。スキーなんて子供の時以来やってませんねん。ほんまそれですよね。また乗れるといいですね。そうですね、新幹線だとビューンですもんね。ほんまそれビューンですよ。いい大人が揃って夢のない話してすみません。まあ毎日元気なのが一番ですよ。そんなこんなで基地を通り抜けたら今回の動画は終わりです。最後までの視聴ありがとうございました。多分この次に出す動画は新幹線公園へ歩いての行き方です。また見てね。バイバーイ。